とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、ここのクエスト来ております。パンダ高原だよね。ここのデイリーミッションが来てたんで、来てるんだけども、今日は、走り抜けチャレンジ、いきます。戦闘はせずに、走り抜けてクリアする、というやつですね。このパンダ高原が結構くせ者だった気がするんだよね。うん、でも自分の HP が 20% アップするのよ、今回。なので、普通よりもクリアしやすい気はする。うん。20% アップすれば、だいぶ違うんで。あ、こういうところは戦わんといかんか。ちょっと待って、すごいな、お前たち。ちょっと待って偉いのがおるって。 OKOK 攻撃力アップは OK。 よし、とにかく早く出て早く出て、攻撃力アップが切れる前に倒しておきたい。よし、ちょっと待って、強い強い強い。相変わらずの破壊力だな、お前たちは。で、何、弱体化持ってんのか。弱体化持ってるから、弱体化そんな関係ないか。特に戦うこともなくいくんで、弱体化はいい。とにかく急ぐ。雲のね、飛び道具に当たるとちょっとやばいかな。ラグった。これか。パンダを救出するやつか。ここめんどくせえな。やばい。でも、村人を解放するよりも、だいぶ楽。敵がそこまで群がってこないから、全然いけるね。いけるいける。ここ結構余裕じゃない？ちょっとほんとね、無理ゲーなところばっかりやってたんで、ここはちょっとぬるい気がする。全然進めるよ、全然進める。 OK、 中間地点来たね。で、ここも、5体かあ、6体だ。いたいたいた、ちょっと待って。よし！いけ！抜けろ！あと5体のパンダ。でも、場所が記してあるから、重力パルスやめろ！大丈夫でしょう。ここでしょ。落ちた！落ちちゃった。ちょっと待って。いやいや、おいおい、同じところで落ちるなよ、俺。これ、帯電がやばい。帯電、うわぁ！帯電やば。こいつに重力はついてないところがまだちょっと救いかな。よし、 OK、 行きましたわ、行きましたわ。いた、はい、2体。ちょっと待って、挟まるな、挟まるな、挟まんなって。よし、あと2つ。こっちやね。いた、 OK。おっしゃ、おし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 、いいぞいいぞ、いい感じいい感じ。次は扉があるんじゃない、そろそろ。おい、危ねえ危ねえ。今の絶対死んだと思った。ちょっと待って、回復回復回復。バカ、回復。いやいや、きついきつい。どっち、こっち、こっちか、こっちやね。ちょっと待って、この中とかになんか宝箱あるような気がする。違った。ちょっとね、どっか、やばい。これはまずい。OK。炎の道はほんとまずいから。いや、死ぬ。いける。できるだけ遠くへ。でも、クリアしたんじゃない？これは最後のところだ。来た。全然抜けれた。いけたいけた。それではお楽しみの報酬。確か近接武器だったね。何が来る？170で強いけど、これ自体がいまいちなんだよ。はい、大いなる破滅。どうだろう、微妙なところかな。悪くない気はするんだけども、とりあえず取っときましょう。はい。デイリーミッションがまだね、未だに無理ゲー感があるんですよ。無理ゲー感があるのよ。修正パッチも来ないし、多分来ると思うよ。来ると思うけども、まだ来てない。まあ、この状態でクリアできたっていうのは、なかなかラッキーだったかな。まあ、結構簡単なやつだったとは思うけども、それでも、なかなか辛い戦いにはなりました。はい。まあ、とりあえず、まだまだね、出していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいや！